はい、じゃあ、ちょっと一旦切りましたけれども、じゃあ続いていきます。ちょっと待って。はい、で、クリアレベル。いいか、ダンジョンはただクリアすればいいと思うんじゃない。ギリギリの戦いの演じてこそ初めて攻略したというレベルなんですね。どうだかね。せこせこレベル上げなんて邪道以外の何者でもね、男なら多少の不利な戦略で跳ね返せ。ブレイブごとで最初に表示されるブレイブクリアレベル、これが一つの指標となる。こいつ以下のレベルでダンジョンをクリアしたとき、その時こそ初めて攻略したと言えるだろう。王と自分のレベルが低いだけじゃダメだぜ。パートナーや使い魔のレベルも考慮に入れられるか、常に全体のレベルを把握することが重要だな。それじゃあ、いいダンジョンラインを期待してるぜ、グッドダーク。マジかい。RPG の運動が邪道っていうのは初めて聞いたぞ。はい、じゃあ、イベント進めますか。はい、お疲れ様でした。母さん、ルーチさんといつものところに行ってくるね。ああ、そういえば今日は訓練の日だったわね。行ってらっしゃい。怪我には気をつけるのよ。大丈夫、わかってますって。そういえば、レディエルさん、私は今日ちょっと用事があってご一緒できないですが、レディエルさんは今日の午後ってどうするんですか？新宇宙を探している。この近辺でどこか心当たりのある場所はないか。新宇宙って、すいません、何でしたっけ？あのね、ルナ、あんたお父さんの仕事も忘れたの？父さんのって赤森でしょ？それと何の関係が？赤森もそうだけど、大事なのは新宇宙の死後でしょ？あ、そういえば、あそこって新宇宙との意味でしたっけ？あ、言うんだったっけ？というか、あんたがこれから行くところじゃない。何言っても受けたこと言ってんのよ。そんな単語、普段はあんまり使わないじゃない。ちょっと忘れてただけよ。この近くにあるのか。あ、はい。これから行くところなんで、よろしければご案内しましょうか。そうだな。そうしてくれ。わかりました。じゃあ少し待っていてください。はい。それじゃあ行きましょうか。なんだ？ん？今くん、レビエル君も一緒なのかな？はい、十字架の丘に行くようなので案内も兼ねて。なるほど。ではよろしく頼むよ。ああ、ルシさんも同行するのか。そういえば、ルーカのスキルって今、どうなんだっけ？パッシブスキル？あれ？ああ、そうか、まだやってないか。どうだっけ？能力か。こっちか。今、一体何だろうね。正直。今んとこパーティーのお荷物的な存在になっちゃってるんですけど。いいのかな？まあいいや、じゃあ行きますか。新エリア。あ、間違えた。村に戻っちゃった。その病気もう行けないのか。まあ、じゃあちょっと軽く行ってみますか。どうしました？レビエルさん。ああ、ここまで行くのわかる。どうだったな。あ、レビエルさん、私たちもついていていいかな。好きにしろ。あの、レビエルさん、とてもぶっきらぼうな方で、決して悪気があるわけじゃ、まあ、気にしないさ。まあ、許可も見たことだし、少し彼についていってみよう。そうですね。で、随分先に行っちゃった。
ウィルさん、何を世界はマナーに満ちている。この感覚、まさか。え、何マナールテンする。マナハウリング。すごい。機械は歪み、マナの歪み。刻んでおくんだ。え、彼から目を離すな。はい。この光景、マナの感覚、その息遣い、ルナ、すべてを目に、心に魂を刻みつけておくんだ。君ならいつかきっと。マナの次の真打ちにてその歪みを読む。それが、機械術に対する最も有効な対象を。村長官の許可を得ました。お通し願いたい。はい、手間を閉ざせてしまってすいません。せめて静かに眠らせてあげたいという村長の意向ですので。いえ、お気持ちはとてもよくわかります。ですが、こちらも仕事ですので、どうかご容赦を。これはひどい。想像以上か。一つよろしいでしょうか。どうぞ。どうして今更なのでしょうか。ヴァンパイアはリビウさんとあなたの手により消滅したと聞きましたが。理由は主に二つ。一つ目の理由は二次感染の恐れです。ヴァンパイアに血を吸われ闇の罠をその身に宿した者が自らがヴァンパイアとなる可能性があるのです。ヴァンパイアは例外なくヴァンパイアから生まれる。人間を襲ったヴァンパイアがそうであったように。そうですか。もう一つは、これは癖のようなものですね。え、思い込み。選手にとってこれほど怖いものはない。え、どうしました？この女性。妙だ。その方がどうかしましたか？彼女だけ傷跡がないのですが。あ、すいません。その方は最近亡くなられた方で、身寄りのない方でして、犠牲者の方々と一緒に埋葬する予定なんです。なるほど。やはり妙だ。何か引っかかるものを感じる。調べてみるか。何を、失礼、少し調べさせてもらいます。血を飲ませているんですか？どうしてそんなことを？やはりか。彼女についての情報、わかる限りでお願いします。シナ・テイラーさん、22歳女性、元旅の方ですね。村の外れに一人住んでいました。主に狩りを営んで生活していた方です。昨日の早朝、約束していた毛皮を引き取りに道具屋のゴードンさんが訪れたところ、不在を確認。ヴァンパイア騒動がありましたので、行方不明者として村の方で捜索しました。結果、その日の夕方に花江の山小屋で亡くなっているのを発見。死亡推定時刻はおそらく一昨日の深夜。死因は不明です。少なくとも外傷はないみたいですが。なるほど。やはり、ありえない。彼女はヴァンパイアの手によって血を吸われ亡くなられています。そんな、明日は、わかるんです、私には。どんな巧妙な手口を使おうとごまかせません。自然なことはそれだけではありません。このヴァンパイアはクラスで言えば中級程度。招かれなければ家に入ることができない。山小屋とはいえ家の中に倒れていたというのは本来ありえないことなんです。ですが、でも確かに彼女は山小屋の中で倒れていました。一体どういうことなんでしょうか？小屋の中で何か変わったことはありませんでしたか？山小屋で倒れていたと言いましたが、倒れていた場所は窓際で、窓の鍵も開いていたようです。そしたら彼女が窓を開け、外を見た隙に部屋の外から血を吸った、そういうことではないでしょうか。ヴァンパイア騒動で怯える中、真夜中に窓を開け、無防備に外を見るんですか？それは、そういえばヴァンパイアがチャームの魔術を使うと聞きます。ひょっとしたらそれで窓までおびき寄せたのかも。それもありません。ヴァンパイアは念入りに準備を行った上での勝負の送信術で限界でした。今度は速攻性のチャームなどとても使えません。ですが、それなら、
なぜ彼女はバンパイアに血を吸われて部屋で倒れていたのでしょうか。リスさんの話を聞いていると、あのバンパイアには不可能ということになってしまいます。ええ、そうです。すべてによって、あの吸血鬼には不可能です。